ソフトバンクの藤本監督が 1,2 番コンビについて説明した。 1,2 番の固定について藤本監督はまた左と右で変わってくると思います。左右病って書かれるかもしれないけど、左を打っていないんだからそこにはめるわけにはいかない。柳町は今絶好調。外すわけではないけど打順は変わってくると思う。そこで打ってくれたら当然2番にはまってくるだろうし、左は1割台しか打ってないわけだから、左を打っている打者を2番に入れるのが普通じゃないかと思うと説明した。左右病知ってるのくさ。左右病の自覚あったんだ。左右で有利不利は確かにある。ただ藤本の場合は左右でしか見てないから左右病って揶揄されるんだろう。選手の調子とか出塁率とか得点圏打率とかもっといろんなデータで分析してこい。そして結果出せ。そしたら文句も収まるんだから。左右病ですね。柳町の打順下げすぎにも程がある。いくら数字は大切でも一番大事なのは直近の成績でしょう。左右病って言われるのにもちゃんと理由があるんよ。自分が言われてるその中身自体を理解してないやん。当たってるなら三も柳は解体しない。それが一般論なのでは。ギータと近藤は話さないんだから、変なとこ固執しなくていいでしょ。ヒゲ監督の左右病は不治の病だな。もう治らんわ。これがある限り選手は浮かばれん。左右病気とかどうでもいいから早打ちする1番2番はいらない。打てなくて良いから粘れるやつが1、2番になってくれ。数字じゃなくて球種が減るとかスイング軌道が合うとか総合的に見て判断するのがプロ。母数も少ない都合の良いデータ使うだけだし、わざわざファン相手にちゃんと見てますよ感出してマウント取るようなコメントする時点でなんかもう小物というかね。各言う割に2番今宮で草。その程度だから12連敗もするんだよ。あなたは重度の左右病です。相手左ピッチャーだからって中村晃に代打アストディーヨ出すやつが言ってんのくさ。 X 見てるなら逆らわずに素直に従おうや。マジバカはベラベラと容赦ばるな。自覚してんなら直せや。左右病って言葉知ってたんや。よかった。またわけわかんねえこと言ってんな。せっかく最近少しだけ評価されてたのに。評判見た上でまだこんなことして、そもそもまだ居座ってるのヤバすぎてくさ。おもろすぎ。監督辞めて芸人なりな。そら継続して使わんから成長しようもないし、打率だけじゃなく相手投手の被打率も見ろよっていう。右投手だから左打者にいっぱい打たれてますって、投手ばかりじゃないし気のいい右打者おるのに欲しすぎや。どこまでも昭和のような監督は今の時代にはそぐわんよ。自覚あっていない。病気って治さないといけないんだよ。さすがに草。藤本ってやっぱりおもろいわ。その結果負けてて草。選手の足を監督が引っ張るな。マジで数字も読めないようなくらいのアホ藤本は監督やめろ。左右病は自覚してるならそれで負けてるのも自覚してくれ。自分で恥をさらしていくスタイル。選手を見る目がないのに無駄に動いてもなって思ってしまうぐらい今の首脳陣は信用してません。左を打っていないって全然打席も立たせていないくせによく言うな。見事なまでの左右病。左右病の怖いところは本人に左右病という自覚が全くないところ。原辰徳ってやつもそうなんだけど、これが首位に立って5ゲーム差くらい空いてたら考え方も変わってくるのかな。左右で変えるやり方をやりすぎて本人も苦手意識を持ち、右ばかり打つ左ばかり打つという選手が最近のホークスには多い気がする。1打席勝負の代打ならそれでいいんだけど、レギュラーで4打席立つ人は克服させるためにも実戦を積まなきゃいけないと思う。データを信用するのもいいけど、データは変わっていくってことも頭に入れてほしい。対左投手の三森の出塁率は188なのに1番で使い、柳町が341なのに8番に下げた打順を組んだところを見ると、打率ばかり見て全く出塁率を首脳陣が見ていないのがよくわかります。柳町の対左の打率は182ですが、四球を7個選んでいるので出塁率が341もあります。首脳陣は選球眼なんて眼中にないようです。1番中村晃対左出塁率302、2番柳町対左出塁率341で球数を放らせて四球を取りに行くべきでしょう。今日の1番三森対左出塁率188、2番今宮対左284です。柳田近藤の前に出塁率の高い選手を置くのが合理的な打順だと思うんです。まあそういうデータも見てないでしょうね。どうせ今年でクビになるから関係ないと思っていると思います。この監督じゃ勝てないと思っているのは選手も分かってます。やはり現役で優勝経験ないし、負け試合後ロッカーで将棋やっていたのが藤本らしい。だから無理なんです。勝負所とかわからないと思う。じゃあ序盤に打てるように固定してもよかったのでは。今は勝つために注力しなければならないから、そういう選択はあるべきと思いますが、結局開幕以来状態の良い選手、調整に回すべきベテラン、
試してみたい新人とかうまく回せてないから、このラストスパートの折に新人は実力不足、ベテランはお疲れモードで迎えることになるのでは。左打者が左投手の時にスタメンで出られるのがチャンスをもらってるっていうこと。ここで左も打てるぞと結果で分からせたらもう外されない。長谷川コーチも右投手限定のスタメンだった時、中継ぎで出てくる左投手を絶対に打つと心に誓い、西武のグラマンから打ったそれを未だに覚えているという。誰もがそうやって自分で自分の価値を証明して居場所を掴んできたんだから。新庄は日替わり打線で文句言われながらも負けたら、まああの戦力じゃしゃあないってなるけど、藤本監督の場合は勝って当然の補強をされてるから、プレッシャーは相当なもんやろな。思い切って2番に近藤とか柳田とか強打者置く MLB スタイルもありでは。過去の実績ではなく今の状態を見極めて使うことができていないと思います。チームを波に乗せるには実績ではなく調子を見て起用をお願いします。調子がいいの基準が低すぎません？ヒットを2本打ったとかそういうレベルで話してますよね。打者なら3割&タイムリーを打ちまくりで打線を引っ張るとか、先発なら7回まで2塁を踏ませないとかを調子がいいって言うんです。一試合調子が良かった程度では使い続ける理由にはなりません。それを何日も続けて初めて実績がある選手より優先順位が上になれるんです。今日は柳町を打順下げて使うみたいだが、左打てないからスタメン外すのは柳町のためにならない。数年後レギュラーになるだろうし、そのためにも使い続けるのも大切だと思う。本当に育てたいのなら左右関係なく使ってあげないと。三森とかはまだ若いし今は左苦手かもしれんけど、使っていくうちに克服するかもしれないじゃない。左右関係なく使い続けることで選手が一人前になってくのに、それを理解していない以上この監督の下では誰も育たないな。コンちゃんは最初から左右関係なく打ててたわけじゃないよ。若い時結果出せなくても辛抱強く使ってもらう中で実戦で仕留められるようになったんだよ。首脳陣が将来的に任せられると踏んで起用し続けた結果、SB の若手にもそういう選手はいるのでは。あとは首脳陣にその可能性を見極められるか否か。若手を一人前にしたかったら主力と併用しながら使うこと、結果を出せるベテランがいてこそ若手は力を発揮できる、それができる指揮官を据えることだろう。嘘をつかないように、近藤は2年目までは星中心で、そもそも我慢するって使われ方をしていない。中田が子宮で怪我をしている間にしばらく外野で連続出場しているだけ。3年目にポジションを取ってからは怪我で休んだ以外は普通に試合に出ている。291打席というか、3年目は左の方が圧倒的に強い。4年目はレギュラーで504打席。一体いつ頃我慢したのでしょうか。三森以外は打順を固定して使い続けるレベルにないってことです。使えば育つなら何年も空いているポジションなんかないんですよ。使えば育つんじゃなくて、使い続けるレベルになった選手を使い続けたから育ったということを理解した方がいいです。あと左右病ってないから、近藤や柳田は左でも外れないでしょ。だって左右に関係なく打てるから、外されるのは左右のどちらかしか打てないから、試合に出られないのはどっちも打てないから、それだけの話です。あ、はい。こういう考えで起用していると選手が育たない。選手は場数を踏まないと、それも緊張する場面で起用し続けないと育成にならない。オリックスの中島監督は育成も兼ねてギャンブルのようにいろんな選手を起用している。マジで勝ってる打順でそのまま行けよ。ダメだったら帰りゃいいでしょ。楽天から見たらラッキーって試合前から思うよ。無責任な外野の批判は気にしなくて良いんですよ。現状のチーム成績に関しては藤本監督だけの責任ではないですからね。まだまだ諦めずに上を目指せる段階ですよ。批判は気にする必要はなく、できる限りのことをやるだけですね。非常にプレッシャーを感じていらっしゃるかもしれませんが、私は応援しております。藤本監督頑張ってください。このような甘い甘やかしコメントこそが悪い無責任の象徴であることが分かってないね。